好きなんでしょ、野球が。一生懸命やってきたんでしょ。だったら自分たちからその壁は壊しなさいよ。頑張ってください。はい。女の子だけの小学生野球チーム BB ガールズ。野球が大好きな女の子たちを集め、東京で行われる女子野球大会に出場するためだけに結成したチームです。10月、県内の野球チームから選ばれた女子選手16人が集まりました。11月に行われる女子野球大会に出場するために合宿を行います。しかしこのメンバーで野球練習ができるのはわずか3日間だけ。短い期間でチームを一つにまとめるには甘えを許さない厳しさが必要となってくるのです。この子はできると思うからピッチャーとしてマウンドに上げてもらう。マウンドに上げてもらう子っていうのはものすごい強い、ここを持たなきゃいけないね。レナがこの先野球を続けるか他のスポーツをやるか分かんないけど、その弱さはマイナスになる。分かった。ああ女子だけでやれてよかったなっていうのもきっといつかね、いつか分かるとは思うんですけど、まあ、今多分ひたすら厳しくされてるだけなんで早く分かってくれればいいなとは思うんですけど。そして BB ガールズのこのメンバーで戦う最後の大会が始まりました。 BB ガールズは1回戦オール町田に7対2、2回戦のオール小岩女子に9対2と大差をつけて勝利、見事決勝戦進出を果たしました。そして決勝戦は山梨女子選抜との対戦になりました。BB ガールズは立ち上がりから山梨女子選抜の猛攻につかまり、5点のリードを許してしまいます。しかし4回の裏、 BB ガールズの攻撃で打線が爆発します。4番吉川選手がショートの脇を抜けるツーベースヒット。そして5番の澤田選手、レフトの頭上を越えてツーランホームランとなり、この回2点を返します。しかし3点のリードを許したのは最終回の攻撃。ツーアウトの場面でキャプテン水橋選手が打席に立ちます。セカンドゴロで試合終了。 BB ガールズの戦いが幕を下ろしました。優勝はできなかったけど、最後の最後にやっと一つのチームになれた気がしました。本当に最高にいいチームでした。思わぬ出来事がありました。山梨の選手たちが試合後のストレッチを一緒にしに来てくれたのです。野球が好きな女の子同士、そこにはもう涙がありません。